コール・トンプソンはイングランドのドラマーであり、ロックバンド、ロキシー・ミュージックのドラマーとして最もよく知られている。彼は多い、のバンドである、エンジェリック・アップ・スターツや、アメリカ合衆国のオルタナティブ・ロックバンドである、コンクリート・ブロンドのドラマーでもあった。彼は、アンディ・マッケイザ・メタファーズというプロジェクトのメンバーであり、2013年に改編された、リンディス・ファーンにも参加した。 トンプソンはノーサンバーランド州入ッするアポンタインで生まれた。彼は生後6ヶ月からイングランド北東部のジャローに住んでおり、ウェストサイモンサイドの幼稚園と小中学校に通った。1965年、トンプソンは地元のユースクラブで演奏するザ・タイムに参加した。次のグループはザ・アージという地元のバンドで17歳の時に参加した。 地元のクラブやパブで週7晩後の演奏を行い、疲れから見習い金属細工士としての仕事で眠りに落ち、その結果、解雇された。その後は、ジョン・マイルズと並び、ザ・インフルエンスのメンバーとなった。トンプソンは1971年になると、ロキシー・ミュージックに加入し、6枚のアルバムでドラマーとしてクレジットされ、バンドメイトのブライアン・フェリー、ブライアン・ E のアン・リ・マッケイ、 フィル・マンザネラとソロでのレコードで演奏したりツアーを行ったりもした。1980年、親指の負傷により、ロキシー・ミュージックから離脱。その年の後半、ブライアン・フェリーとの音楽的な違いにより、バンドを脱退した。この頃、トンプソンはロックバンドのコンクリート・ブロンドと共演している。2001年、彼はツアーのためにロキシー・ミュージックのバンドメンバーと、再び合流した。 また、2003年にアルバム、フランティックをサポートするフェリーのツアーに参加し、2005年6月11日には、ワイト島音楽祭2005にも出演した。トンプソンは、アンディ・マッケーザ・メタファーズとのライブギグで演奏し、彼らの2009年の CD、ロンドン、パリ、ニューヨーク、ローマにクレジットされた。彼は2013年に、入滑するアポンタインのリンギスファーンに参加した。 ニューウェーブバンド、デュラン・デュランのドラマーであるロジャー・テイラーは、トンプソンのドラミングが彼の演奏に大きな影響を与えたと述べている。トンプソンのファンは、ドラムの技術と力量から彼を、グレート・ポール・トンプソンと呼んだ。アーカイブド902012アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、A.B. モートン、デビット・フロム・ロキシー・ミュージック・ツーリン・グ・ディス・ファン・ウィズ。 エースノースイーストドラマーポールトンプソン。2015年12月16日閲覧。ザ・オフィシャル・ロキシー・ミュージック・ツアー2001ポールトンプソン・バイオグラフィー。manzanera.com 2015年3月3日閲覧。ab インタビューロキシー・ミュージックスポールトンプソン。クロニクルライブ2015年3月3日閲覧。クロニクル イブニング、インタビュー、ロキシーミュージックス、ポール・トンプソン。2013年2月27日閲覧。インタビュー、デュラン・デュランドラマーロジャー・テイラー。www.jouurnalive.co.uk.2013 年2月24日閲覧。ポール・トンプソン・バイオグラフィー。roxyrama.com。O X y r a M 2011年2月1日閲覧、ありがとうございます。